久保さん昔ありましたね、エンドロールね。コピペで稼ぐっていう。ハンモック YouTube にしましょうか。ハンモック YouTube <laughs>。ハンモック YouTube めちゃくちゃ売れましたね。多分6億ぐらいでしたっけ ?8 億だったかなあれはめちゃくちゃ売れましたね。なんかあの、売れすぎてポータルサイトがアクセスしすぎて、なかなかアクセスできないっていう、有料のね、30、40する、その <laughs>、 商品にアクセスが行きまくって、うん、映らないみたいなね。どんだけ買ったんだよみたいな。<laughs> どんだけみんな見てたんだよって。多分半目 YouTube もエンドロールだったような気がするんですけどね。そう、結構何年前だ結構昔ですけどね。もう何十年前の話ですけど。いや、あの時はね、YouTube の, you の,あの塾、それ系の塾も結構多かったですね。 うんまあ実際まあ稼ぎやすかったら稼ぎやすかったですからねあれコピペするだけですからそうただまあまあちトレンドですよねうんそうでも結局その一時的に稼げた人っていうのはやっぱ中長期は難しいですよねまあコピペで動画を撮れるスキルは得たかもしれないけどもそれ以上それ以下というか それ以上の発展がないですよね。で一番最強のあ、YouTube 一番最強の、なんちゃらにしようかな。YouTube、久保さんなんだっけタイトル新戦略ですか ?YouTube、最強の YouTube 戦略にしましょうか。<laughs> 最強の YouTube 戦略にしときましょう。これはね、もう久保さんもちょいちょい言ってますけど、あの、お客さんの悩みにしっかり回答してるかなんですよ。もうこれにつきます。 本当にこれです。これを徹底的にやるってことが大事ですね。うん。僕が好きなチャンネルで、あの、タイオショウっていうね、大愚和尚オショウさんだかな。そイグーオショウかな。もう57万人行きましたけども、僕はこの大愚和尚オショウさんだったかな。一問一答ってやつがあるんですけども、僕もう8年前かな、7年前かな、そのお坊さんがメルマガやってて、 ほぼさんがメルマガやってすげえなみたいな。で、コンテンツビジネスもやってたんですよ。まあ今もね、あの、なんだ、動画、あ売ってますけども、そう、座禅の方法とか、なんとか力とか、まあまあいろいろ売ってるんですよ。うん。で、まあさ、最初はですよ。最初はそんなに全然伸びてなかったんですよ。ね、その57万人もいなかったですけども、だから徐々に徐々にも徐々にですね。 増えてっ,たっていう話なんですけどやってることはあのお手紙をいただいて読み上げるっていうもう,もうメインほぼこれなんですよね <laughs> <laughs>、うん、そうそう僕はもうこれが究極系だと思いますけどね、うん、お客さんの悩みをだからそのなんすかねえっと僕あこれいいなと思ったのがマネーの隣に出てたねガナリさんが 前向き人生相談室っていうのを4年前か、そんぐらいにやって、あ、これお親父になったらやりたいと思って、僕も年取ったらこれやりたいと思って、このね、悩み相談っていうのがね、僕はもう本当に完璧、究極だと思いますけどね、悩みに対して回答していくと。うん。で、なんでこれが究極系かっていうと、最強なのかっていうと、 その悩みに対してのアンサーでそれがお客さんにとってそれを悩みを打ち明けた人にたとして一番有,有料なコンテンツなんですよその世の中の情報コンテンツっていうのは何ですかねペルソナを意識して多分こういう悩みがあるからこういうコンテンツっていうのを先出しなんですよねだけど悩み相談って後出しじゃんけんなんですよ ただ、後出しじゃんけんなんで、絶対勝てるんですよ。ただし、絶対、絶対勝てるって今言っちゃいましたけど、そこでしっかりといい回答ができるかどうかっていうのが、まあ、ポイントなんですけど、公式的には後出しじゃんけんなんですよね。で、あとはそこでしっかりと自分の経験とか知識を伝えて、あ,ありがとうございますっていうふうに取れれば、もう、勝ちですね。うん。でそじゃあ、そうなると、じゃあ、その後どうなるのかっていうと、まあ、ある一定ね、あ、この人、あの、 言ってることを面白いなとか悩み聞いてくれたっていうことでまあリピーターになりますよねでビジネスっていうのは新規も大事なんだけどもリピートしていただくっていうことが最も大事なんですよでもし新規新規も大事ですよもちろんなんだけどもリピートが全くなかったらずっと新規を取り続けないといけないんですよでビジネスにおいて新規顧客を獲得するっていうコストはめちゃくちゃかかるんです一番新規コストを獲得するっていうのはめちゃくちゃかかるんです あのコスト時間がかかるんですよねでもリピートに関しては時間かかんないですよ <laughs> コストもかかんないです新しくね逆を言うとリピートになるとお金入ってくるんですよでも新規のお客さんを獲得するためにはお金が出てくるんですなんでこのリピートをどう促すのかっていうのがビジネスをこうずっとあの安定的にやっていくっていう上で大事になってくるわけですよねだからお客さん悩み相談っていうのはもう僕は まあ究極系かなと思いますね。うーん。そう。はい、YouTube やるんだったら、そういう、も,うもちろんね、再生数が多いエンタメとか、そういう、なんか、ね、見たくなるような一貫性ですよね。一貫性な、その、その、コンテンツは、すごく大衆的に受けるんだけども、それは一貫性であって、ずっとは続かないんですよ。 ずっとは続かないんですよね、うん、例えばその番組的に言うとテレビ番組的に言うとうんまあその『徹子の部屋』はちょっと違うかなうんなんかあの昔すごく有名なあの例えば『元気が出るテレビ』とかも面白かったんですけど結局終わっちゃったんですよね今やってないですよねでも『徹子の部屋』相当長いと思うんですけどね <laughs> まああれも あれはまあちょっと違うか。うん。でもこう、聞いていく、そしてこう会話していくっていうこの、これが結構大事かなと思いますね。うん。なお、この一問一答のチャンネルはもうずっとある一定ずっと再生され続けるでしょうね。うん。で、徐々にですけど、多分100万人も、まああと10年圏内にはいけんじゃないかな。うん。そう。徐々にもう、 徐々に徐々にもうジュワみたいな感じですね、うん、はい終わります